Thank you.
これは群馬県のブランドの県知事さんが命名したという、銀ヒカリっていうお魚。これもね、中身が、全身トロ、赤くて美味しいよ。で、あっちはね、頭の字豊くしたああ、の。つこれいがに来来まましした。た。ね、待ってたぜ。まあ、いよいよ。琵琶湖から届きました。綺麗な斑点があります。ね、それから、よく来たよ、来たよ。こんにちは。いい顔してんね。どういうもの食べたかな。はい。これが、琵琶バスです。はい、これがビワマスを半身だけ送っていただいた。綺麗でしょう。ねえ、ピンクの綺麗なお肉、中トロ扱いですね。いやー、目も綺麗。じゃあ、佐渡から届いた魚マス。ヤマメが川で一生を過ごしましたけれども、原型で海に下ったヤマメが回遊して海を2年ほど過ごして、また生まれ故郷の川に戻る。これが魚マス。ね。これが55センチ、2.5キログラムありました。で、これを実はこのコットンのシャツの中に入れて、間接法で魚拓を取ってみました。もうね、この状態で今魚が中にいるんですよ。目も変えてしまいました。まあ、こういう手法もあります。で、これから魚を取り出してみたいと思います。はい。出しましょう。おっと、出た。こういうことですね。桜マスの湯だけ。さあ、どんなものかな。ほほほほほほ。はい、こういうことです。はい、T シャツに予託した魚マス、これを今シャツの中から出しました。こういう感じで着ようかな、マス。
佐渡から届いた魚マス。ヤマメが川で一生を過ごしますけれども、原型で海に下ったヤマメが回遊して海を2年ほど過ごして、また生まれ故郷の川に戻る。これが魚マス。ね。でこれが55センチ、2.5 キログラムありました。でこれをこの実はこのコットンのシャツの中に入れて、関節法で魚拓を取ってみました。もうねこの状態で今魚が中にいるんですよ。メモを書いてしまいました。まあ、こういう手法もあります。でこれから魚を取り出してみたいと思います。はい。出しましょう。出た。こういうことですね。桜マスの湯だけで。さあどんなものかな。はい、こういうことです。はい、T シャツに予託した魚マス、これを今シャツの中から出しました。こういう感じで着ようかなマス、ね